皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございますということでね、習慣じゃないですけどもサイクロン号を作ろうとね、富士見のサイクロン号を作ろうというコーナーなんですけども、この辺までね組みました。このプラモデルね、やっぱり綺麗に作ろうと思うと至難の業ですわ。綺麗に塗り分けてから作ろうと思ってもね、私の技量じゃそうはいかないですね。エンジンはシルバーで塗って、ハンドルなんかも綺麗に塗り分けてから後からくっつけようなんて思っても、そういうわけにもいかないなっていうところでね、全部白いパーツのまんま、色も塗らずに全部ね、組めるものは全部組んでしまって、後から艶消し黒を塗ったって感じですか。しかもあのパーツもね、塗って塗ってっていうか、あの貼り付けた後にね、毎日毎日1週間ぐらいこの、SP ですか、これを流し込むと、接着した面にね全部流し込んで固める、流し込んで固めるっていうのをね1週間ぐらい繰り返して、もうとにかくこのハンドルとかね、この接着面を接着剤で持ってですわ。このペダル髄もね細いんですよ。とにかくあの付け根の部分がね、ステップの付け根だってね、もう信じられないぐらい、接着面が少ないもんですから、うまいことくっついたらそこにね毎日毎日あの SP 流し込んでは固め、流し込んでは固めっていうのを繰り返して結構ねカチカチに固まってます。ハンドルなんかもねグラグラしないですよ。もうねもう全てのパーツ、そういともフロントフォークなんかもね接着剤がねはみ出るぐらいね、ちょっと汚くなってると思いますけども、もうつけて固定してるっていう、そんな感じですかね。まあちょっとディアのサスなんかはね、雑に作ってあります。そういってあのチェーンとスプロケットとかっていうのはねくっつけたまんま後はめできるように加工してる人がパスンとはめてって感じです。はい。そしてねマフラーはね今仮止めしてあるんですけども、何ですかねこれね、接着剤をつけてこの中のねインナーのパーツをね差し込むんですけども、差し込んだらマフラーがね若干、光の加減で見えにくいかもしれないですけど、こんな風にね歪んじゃいました、接着剤で。もうここはね嫌だわと、最初から歪んでたわけじゃなくてね、接着剤つけて中のパーツをはめ込んでこのねやったらですね、ちょっとね歪んじゃいました。嫌だなと、あとちょっと修正してあげなきゃいけないポイントですねこれね。だからもう接着剤のつけすぎはちょっとね禁物ですね。この中のパーツをつけるときにねこんな風にポコッと歪んじゃう、見にくいかもしれないですね、ちょっと光の加減とかでね。まあこんな感じでね歪んじゃって、かっこ悪い、直さなきゃいけない。あとはかなりテールヘビーですね、やっぱりこのマフラーが重すぎるもんですから、フロントタイヤが浮いちゃってるという状態、これはねバイクモデルとしてはかっこ悪いですね。やっぱりフロントタイヤがねちゃんと地面に設置して後ろが浮いてないとセンタースタンドの意味がないですよね。というところでね、このエンジンの上とか見えないところに重りかなんかつけてあげなきゃいけないのかなって感じがします。はい。まあ、あとねやっぱり作ってみてね、富士見さんがちゃんとリサーチして作ってるんであればかなりのね欠陥車ですねこれはね。これマフラーを取り付けるためのステーなんですけども、このマフラーがねを固定する、やっぱりこれそのままマフラーにねこのままここにこんなでっかいものがコンとついてるんだとね、やっぱりエンジンかけた時にプル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 震えちゃうんでしょうね。そんなんでここでフレームにマフラーを固定するようなステをつけてるんですけども、これがですねなんと恐ろしいことにフレームから、ディアサスの付け根で固定されてるんですね。まあ、一応ここのところにヒンジがついてて若干動くようにはなってるんですけども、まあ、これがね、現実問題でしたらディアのサスペーションがねかなり、動かない。もう要はね後ろにこんなごっついねマフラーみたいなもの、これもね多分金属製だと思うんですよ、プラスチックなんかで作ったらねプル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 震えてねかっこ悪くてしょうがないんでね、震えないようにねガッツリしたもの作ろうと思ったら金属製の重たいものをつけてる。それをこんなねディアサスが動かないぐらいのフレームつけて
固定してるってことはね、お尻は重たいわ、お尻どころかね、タイヤの後ろが重たいじゃん。後ろがバイクのお尻が重たくて、しかもディアのサスペンションがほとんど死んじゃってる状態のバイクっていうのはね、これは乗りにくいんじゃないのかなと思うんで、バイクとしてはもう致命的な、乗り物だと思いますよ。これはね、こんなの乗ってたら怪我しちゃいますね。これすぐウィリーしちゃうんじゃないですかね。ウィリーって後ろがこんだけ重たいってことは、まあそんなところでね、フレームはねあんまり細かいこと気にせずに、まあ、この辺ねちゃんとシルバーとかに塗り分けたりなんかしようなんて思わずに、真っ黒で作っちゃった方がね、綺麗で、綺麗に作れて、なおかつ強度も保てるんじゃないかと思いますわ、はい。そしてあとはねデカール、デカールはね質は良かったですよ。質はいいですけども、マークセッターですかね、これはね絶対必要ですね、これを流し込みながら柔らかくして柔らかくしてね、綿棒と格闘しないとね、もう本当にこの曲面になじませるためにマークセッターつけたらもうポン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 って、この作業をですね1枚貼るのに30分ぐらいかけてます。本当にマジな話、30分以上かけてこのなじませてるって感じですね。こうやってなんかもうペローンと浮いてくるんですわ、こういうところが。ちょっと分厚い、デカールなもんですからね、まあ硬いんですね、ちょっとね、ですからね、浮いてくるのね、こうやって押さえて押さえて押さえて伸ばして押さえて伸ばしてっていう作業をね、ガス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 やっていくっていうところでね、結構時間かかりましたね。こういった平面のはね一瞬で貼れちゃうんですけども、こういったね後ろのマークとかもね、このこことここはね馴染むのがなかなか大変、本当に30分30分かけてますこれは、なんてね、これこのパーツだけでね映画1本見れちゃいましたからね、2時間ぐらいの映画が。本当に。そしてこっちの方はね、アニメ見ながら作ってたんですけどね、本当に、いや鬼滅の刃とエアリアルがね、見れちゃうぐらい、やっぱり30分30分とはかかんないけど、こっちはね20分20分ぐらいかけてますわ、ね、やっぱりこの直面にこのなじませるためにね、マークセッターつけてはもう綿棒で叩いて叩いて伸ばして伸ばしてみたいな感じで、とにかくこの綿棒で叩かなきゃいけない、叩いて叩いて表面が汚くなっちゃってるんでね、これねやっぱりクリアかなんか拭いて固定してやんなきゃダメかなって感じはしますね。デカールの質はね悪くないと思いますよ、こんな風に綺麗に貼れてるんですから、まあねちょっとねカールつけてみましょうか、せっかくですからね。よいしょ。マフラーはね本当にどうしようもねえな、カールつけてもねフロントは浮いちゃうんですよ。シートカールの部分だけね、タンクの部分とくっつけてみました。これはねピンがあってパチパチパチって止めますね。最初ねこのパーツもつけてなかったんですよ、どうせ見えないだろうなんて思ったらね、ここに穴が開いてて見覗っちゃうわけで、ね、なんかね、もう嫌になっちゃうなと思って、ですからね躊躇取り付けたって感じで、見えないとこなんかつけるもんかと思ったんですけど、やっぱり見えるからついてたんですね、ということでね、こんな感じですわ。フロントが中はスカスカですけどね、じゃあカールもつけますよ、はい。今現在はこんな感じですかね、やっぱりフロントが浮いちゃってる、動いてバイクプラモデルとしてはそれがもう僕の一番嫌なとこですね、本物も浮いてたのかしら、なんか後ろにこんな重たいものついてるってことは、このカウルとかはね色塗ってないです。藤見さんがせっかくね色調合してくれたあのプラスチックのね成形色のまま作れよみたいな感じの、色合いだったもんですからね、なんか違和感はあるんですけどもね、やっぱり藤見さんがねせっかくこのままもう色なんか塗らなくたってねそんな使えるよっていう風に作ってくれた、多分ねこれがね一番金型的にもねパーツ的にもお金がかかってる部分なんじゃないかなと思うんですよね。このツヤツヤテカテカの色なんかもねやっぱり実写もこんな色なのかなって気もしないでもなかったんでね、ここはねあえてね藤見さんを信じて、レーシングホワイトでも塗ろうかなと思ってたんですけど、色塗らずにそのまま成形色でやってました。とっても綺麗なプラスチック面でね、もう最初からもうこんなツヤツヤピカピカなもんなんですけども、デカールがね
デカールが全部マット調なんで何とも言えないですね。なんかね、本当に綿棒でこう叩いて叩いても、永遠に終わんないのかと思っちゃいましたね。これね、馴染むまでにすんごい時間かかります。本当にね、デカールはね、1枚30分かけるぐらいの覚悟じゃないと貼れないと思っていいと思いますよ、これ。本当にね、叩いて叩いてって馴染ませるのがね、本当大変な作業でした。まあ、私も久々にね、デカールでこんだけ苦労しました。こういったところもね、なかなかね、分厚いっていうか、いいデカールなんでしょうね。こういったあの、ね、平面に貼る部分はね、本当にピタッピタッとね、すごい綺麗にうまいこといきますけども、クリア不幸かな、どうしようかなっていうところで、今日はね、ここまでです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。